はい、現在の時刻は23時30分ですね。ちなみに大晦日です、2019年。今日はね、非常に暖かかったですね。むしろ暑いぐらい。実は今日大晦日なんですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですが本当に、字幕が出ていますが、本当にね、ためになるコメントなどありがとうございましたということなんですが、一つやり忘れていたものがあったんですよね。ガンダムです。40周年だったんですよね。すっかり忘れてませんでしたけどちょっと毛色が違うかなということで控えていたんですが、本当に土壇場でね、ちょうどこんなものを見つけたんでもう本当にこう、いつなんだろう、昭和のね、食玩ですけど、ガムかなんかがついていたんです。でその時非常に気になったのが、こうザクのね、スパイクアーマーでしたっけ、ちょっとトゲトゲが、数がおかしいぞとか気づいていたんですが、この辺はいいんですが、どれだったかな、トゲトゲがねおかしいんですよ。これは合ってるね、これ合ってる、この辺もいいんですが、これかな、このトゲの数が多いんじゃないかと思っていたんですが、いろんなタイプがいるということなのかな。これいいシーンですねこの左側もね、まあ右側っていうのかな、トゲトゲになっちゃってんの変だなぁと思う。これ全然違うガンダムじゃない。まあこんなの、なんとね、整理していたら発見してしまいました。裏側はこんな感じ、説明書かな、説明文になってましたね。懐かしい。もう40年は経ってませんが、35、6年前のものです。シールなんですけどね、もう色あせていますけど、よく集めてました。よく取ってあったなぁと思いますが、まあこんなの英語も書いてあってね、英語の勉強してたりしました。これもね、映画館で買ったんですよ。映画館、なんか通常で見るね、映画館で見る絵柄とはまた違うタイプで、なんでしょう、こうアートな感じなのが良かったなと。ドームが細いとかねいやー、ちゃんとなんていうんでしょう、偽物じゃないよと書いてあります。100円です。100円ただラミネートしただけやんと思いますが、まあね、ガンダムもね、なんだかんだ集めてますというか、作ったり集めたり置き場所がね、とにかく困るんですよね。あんまりこう突っ込んじゃうとかっこ悪いし、かといってね、かっこよく並べると面積食いますし、体積っていうのかな、そうアポロって1969年生まれということで、なんと50周年だったんですね。全然関係ないですけど、アポロ美味しいですね。遠足に持ってって溶けちゃった思い出もあります。溶けて中の方で固まっちゃってやんのって感じでしたけど、まあそろそろ年明けでしょうか